皆さんこんにちは、秋葉仁です。パソコンでこう YouTube とかの動画をしているとだんだんと欲求が強くなりますよね。アフターエフェクトなんかを使っているとこうね、だんだんプレビューの画面だとかエフェクトを多く使用するとどうしてもね、カクカクになったりするんですよ。解像度を上げてもちょっと荒かったりだとか、その辺がね、こうどうしてかなと思って、もうちょっとスムーズにいかないもんかと、だんだんストレスが感じてきまして、今まで使っていたビデオカード、それがこちらです。ラディオンの5870、これをねずっとはめてたんですよ。決して悪いビデオカードではないんですが、アフターエフェクトなんかを使っているとちょっとストレスを感じることもあったんですね。それで今回はちょっとビデオカードを変えてみました。それがこちらです。こちらクアドロの4000です。本当はね、5000とか6000とかっていうのが欲しかったんですけど、高いんですよ。めちゃめちゃ高いの。5000ぐらいになっちゃうとパソコン1台作れちゃうんじゃねってぐらい高くなっちゃうんですよ。で、6000なんてとんでもない値段ですよね、あれね。使ってみたら、実際にはめて使ってみたら、いやーすごいですよね。アフターエフェクト使って解像度を上げようがプレビューしようが意外と持ってくれちゃう。そのぐらいこう 3DCG に強いグラフィックカードということもあって、これね、ビデオカード舐めてましたね。初めからこれつけとけばよかったって感じなんですけど、やっぱり値段的にやっぱり結構するので、まあ考えちゃいますよね。だけどはめて使うとね、やっぱり違いがこう出てきますよね。なのでこれがビデオ編集をされる方、やっぱりこのクワドロシリーズ、これはね必須条件かもしれないですよね。初めはいいんですよ、やることが少ないから。だんだんやることが覚えてきて、いろんな高度なことをしようと思うと後から後悔しちゃうので、おすすめです、クワドロの4000。実際に作業風景を撮ったものがありますので、ちょっとこちらをご覧ください。これはですね、前回挙げたカオシレータープロの編集作業の様子なんですけども、タブレットを使って解像度を上げたりね、それでマスクをこう切っていくと、そういう作業をしている時に、そのスピードがもう全然やっぱり違うんですよ。意外と謙虚に現れてくれちゃうので、やっぱり編集スピードも上がりますし、それからプレビューをした時とかね、そういう時も全然違うので、いやーいいですね、快適ですよね。いかがですか、おすすめです。